なんか言うと思った。どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。絶叫ブラウザバックカーコトロール、説明文にテルルです。イヤホンをつけた時の方です。絶叫のアーツでサムネのドット絵が右側に寄っちゃいました。これも全部あのひよこのせいです。そのイヤホンぶっ壊れればいいのにそもそもね、僕の動画をイヤホンつけて見るってマジで勇者だからな。他の人もいるかもしんないけど、よく耐えられるよなこのうるさい声に。待て待て、自意識過剰になるな。この説明文には誰もピオキングの動画とは書いてない。絶叫するひよこのせいですしか書いてないんだ。お前以外いねえよそんなやつまあそんな話は置いちゃってですね、今日はテルルさんのコースですね。サムネのひよこめちゃめちゃ可愛いよね。実物の僕にすごく似てると思います。まあ僕も可愛い系の顔で通っていや、それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.62%。 そういや最近ベッドのマットがすごく調子悪くて、新しいの欲しいなと思うんですよ。で無印にあった寝返りしやすい超高密度なんとかっていうのに試して寝てきたんだよね。そしてターンだー、開幕砲だよ。でさ、寝返りしやすいって書いてるからめっちゃ寝返りしやすいんだろうなと思って寝返ってみたんですよ。感動することにめっちゃバカーが聞いてた。誰もがあれは感動すると思う。寝返りするときに寝返る方向にめちゃめちゃ人から押されてる感じ。お前は押すな。漫画とかアニメとかでもあると思うんだけど、いやいやいやってするときに両手を上に上げてゴロゴロゴロってするやつ、あれがリアルでめちゃめちゃ早くできる感じ。ほんとにすごいよ。だから次の無印週間で買おうかなと思いましたね。でこのオンオフは何、やめてやめてください。雑談はこの辺でいいだろう。お前のベッド事情なんてどうだっていいんだよ。でさ、下に無機物がくるくる回ってない？これ襲ってくるんじゃないの？いや大丈夫そうだねなにこれねえ、もうやめてってことだろ。いやいけるいける、これはさタイミングよくいけばコロコロしてんじゃねえ。なるほどね、右から叩かなくちゃいけないのか。そしたら右に進めますよみたいな。いや待て待て、このバネを出しておこうかバネ、お前はずっとそこで横を向いてるがいいさ。さあ土管に入っていきましょうか。はいどうもこんにちは。僕ですね、 3D スキンでめちゃめちゃ好きな罠っていうのがあってですね、このびっくりブロックを使った罠が本当に好きなんですよね。あとカートとドンケツかなこれが一番なんだよ。多いんだよお前好きな罠が。なめ腐ってんのかとかあんないじゃねえか。え、これ下に戻ったらな、いやいけるんじゃないこれダイヤリせよ。上に行くのは合ってはいたんだ。ここで壁キック C のここでブーメランを取る。でキラーがいるって書いてるよな。キラーをどっかで持ってこいみたいな。え、これ、あ、倒せばいいのか。はいはい、これなんか来るよ絶対に。ほらだ、分かってんだよ。ただブーメランがなくなってこの状態で先に進めるとかどうか無理だよ。ブーメランが戻ってくるとき絶対なんか一緒に来ると思ったんだよな。さあこれで鍵が手に入った。いやでもいい、悪くない悪くない、読めてはいるっていうことだよな。うわ、これどうする？ブーメランを出して一緒に行こうか。これで多分大丈夫だよ。さあ共に行こうじゃないかブーメランよ。ツーキー、サムを2体倒せってことかな。知らんがな。さっきは2体倒してなかったんだな。じゃあ投げる、で上に逃げるでしょ、でもう1回投げればいいのかこの壁狂気だ。どのタイミングであの頭が来るかわかんねえって。じゃあ上に1回逃げるでしょ、でもう1回投げなきゃいけない、投げなきゃいけないよな。で投げていい今度は倒せました。さあこれで2つの鍵をゲットしたんで先に進めますと。さっきと罠なんか変わってるんじゃない？ブーメランを先に行ってもらおうか。さあ親衛隊長行ってくれ。いや特に何もないか、何もないなら何もない方がいいよな。中途半端、わあ、いや何あのカットするお店の前に置いてあるやつみたいなそんな見せられてもこの場面はカットしねえぞ。なぜなら今日の俺は絶叫長だからだよ。黙れ。今のギャグいつ言おうかいつ言おうかって悩んでて1週間経ちましたあーちょっとちょっとどうでもいいんだよ。床があるならあるぞ、早めに教えてほしいですね。さあ行こうか隠しブロックを出す。でもう一回あるのかい？ないね。ならばこのハンマーを取ってこのドスを倒して。あっめちゃめちゃ情けねえやられ方した以上やった。ここにブロックを置いておけばいいんじゃないのか。で倒す、そしたら大丈夫だよな。でこの土管は、土管は入れそうにない。なら上のドス、こっちに落ちてこないのね。しかも倒せないじゃん。
じゃあ先に進んでって良さそうではあるけど、ここもブロックを出してあの土管に入れっていう感じなんじゃないかな。ブロック足りる？あと1個だよな。でこれで土管に入る。ブロックブロック、面白いこの罠。 3D スキンならではだよな、ブロックによってブロックされちゃうみたいな。さあ次は透明土管に入って、まずこのクリボーの被り物被っていいのかな。あっつ、もしかしたらここチビにならなくちゃいけなかったのかもしんない。先に一マスしかなかったからさ、マリオが大きくて落ちたんじゃない。だからこれで先に進めると思いますよ。オッケーオッケー。でこのハテナブロック叩いていいのかな。うわ、ベンツいるじゃん。ベンツ乗りたいけど一旦上行っていい？上は行けそうにない。ならばこのハテナブロックを叩いてみようか。俺のベンツ。なぜかこれをベンツって呼ぶから、ヒヨキングさんベンツ乗ってるんですよねって言われるんですよ。そんなわけねえじゃんか。僕普通の大衆車に乗ってるからな、国産の。ベンツどうした？え、これどうやって行くの？これもしかして、やっぱり鉄球か。さあ鉄球どこまで行く？そこで壊れてくれんのね。じゃあここに足場が出てくるんじゃない？うわ、またこれ叩かなくちゃいけないの？で叩いてこんなんが出てくる。全然来いよ。お前じゃないんだよ。僕車より時計が本当に大好きでですね、車よりお金をかけてると言っても過言じゃありませんね。いや時計好きの方わかる？マジで厄介だよね、時計が好きってさ。車より全然役に立たない僕と腕時計。それと最近船を買おうと思いましたね。なんでかって言ったら、船の上でカップヌードルが食べてみたいから。たったそんだけの理由、たったそんだけの理由だけど高いから無理でした。僕船酔いめちゃめちゃするんですよ。だから船の上で何かを食べるっていうのは無理な話ですね。ラルじゃねえんだよ、そういうのは早く言えって言ってるでしょ。この上に土管があったということで、こっちに入れば中間ポイントにあるんでねえの？いや絶対あるよ。うわどうしよう、これ下に行くか右の土管届く？これ隠しブロックとかあるんじゃない？ないね。じゃあ思いっきりジャンプしてみようか。いやー届けー。バラとかね。俺のが笑ってるもんね。絶対に中間だ、ここを越えれば中間にがあるはずなんだ。おうまず、からの右出し右出し右出し、いやーやっほっほっほっ。ここは中間がないわ。これさ、さっき鉄球が来たよな。左見えたんだけど、右に行ったら中間があるとかそんなのないかな。あ、やっぱ上がってきてくれるよね。で、この右は？うざってるる。中間がなんぼのもんじゃ。中間ポイントなんていらねえんだよ。むしろ中間がないトロールコースを作ってくれてもいいね。そんなトロールコース絶対にやんねえかった。これは右行ってみようか。隠しブロックはなさそうだ。今なんか出てこなかった。オッケー、クリボーの被り物出ちゃった。ありがとうありがとう。これはね、これでクリボーの被り物いるんじゃない。やばいだだだ。じゃあここで隠しブロック、なんのなんのなんのこっか、なんのなんのなんのせいじゃねえんだよ。分かってたよそれ。あ、待てよ、まだやられてないぞ。これどこにいる？左上にいる。あ、右に行きゃいいのか。うわ、どっか連れて行かれたしさ。どこに連れてる？アンチ、やめて。もしかして死に耐久かい？絶対そうだ。何かがめんどくさそうなやつ。これに当たらなければいいのかな。上の土管入れるか試してみようか。あ、離れるじゃん、離れるじゃんじゃね、入れるじゃん。え、これ中間ポイントに、いや中間ポイントゼロって書いてる。うそだろ、嘘って言ってくれよ。また最初からやり直しか。ズベララなんだよお前、どっから出てきてんだよ。さあゴールのお時間だ。ただここどうやってゴールすればよかったかわからねえ。何もしなかったらいいのか。うん、そこがわかんないって。そこ一マスなの、さっさと教えてくれよ。またやり直しじゃんか。いや待て、これ確か耐久だったよね。だからあの耐久をクリアすればわざわざ最初からやり直さなくていいと、そういうことなんでねえの。ここは針が出た瞬間に右に行く、これを繰り返せばいいっていう感じですね。ごめん今ちょっと噛みそうだった。なんだ簡単じゃないか。こんなの僕が苦戦すると思っているのかい。死に耐久名人を舐めるな。多分だけどドッスンに押されていいから右を進歩しろっていうことなんじゃない。悔しい。
みんなマジごめん、もう完全に分かった。ドスに押されていいから何もしないでいいんだ。そうだろ。そしてゴールができるんだよな。頼む、シャラー。バーキャバーキャ、見てけ、もう俺に立てつくんじゃねえぞ。いや今回もすごい楽しいコースでしたね。いつも最高のコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース 1-2 パウワウウェイアウト、パウの出口ということですね。で説明文にパウワ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 ウ、これねやったことあるんですよ。なんでかその時やめちゃったんだよな。多分その時気分じゃなかったんだろうね。どんなコースかって言ったらほとんど覚えてないんだけど、確かパワーブロックを叩いたらブロックが壊れて足場がなくなるから、それより早く進めっていうコースだったと思うんだよね。いや覚えてねえな。まあまあやっていこうか。クリア率は 1.96%。 普通に結構面白そうなコースだったと思うんだよね。でまた 3D スキンか。 3D スキンって一番操作が難しくない？やっぱ初代スキンが一番扱いやすいよな。でこのパワーブロックをヒップドロップすればいいのかな。あ、勝手になんのね。なるほど、このつららがパワーブロックを壊して道を開けてくれるっていう感じか。じゃあ右もやっぱりつららがあるよな。でこのつららが壊れるタイミングでワープブロックに入ると、いやこれ面白いね。でこのパワーブロックを叩きの、そんなに難しくないや。これワンチャン一発でクリアできるんじゃない。クリア率 1.6% だからさ、結構難しいと思ったんだけど、これどうする。つらら落とす、でナイスタイミングで上に行くみたいな、つらら落ちて、でナイスタイミングで上、す食べたくない、気持ち早めにジャンプでいいっぽいね。この辺か。気持ちの早めだね。もうこの辺からジャンプしようか。オッケーオッケー。で僕はね基本的にトロールコースばっかりやってるんですけど、なぜか通常のコースをやった方がチャンネル登録者数の増加っていうのが多いんですよ。増加が多いって2回言うなって。え、日本語難しくない？増加してるんですよね、いいのかな。でこの辺ジャンプ、オッケーオッケー。であの矢印のところ行っちゃえばいい。あ、もう中間くれちゃう。これは早く上に行く。意外とトランポリンやってくれた、ありがとう。さあ中間ポイントも無事取れたことだし、これどうすればいいの。床なくない？ジャンプしてすぐ幅跳びか。いやもっとやる気出せ。向こうまで幅跳びしなくちゃいけないから、こっから走って幅跳びしようか。ナイス。そして次はこれは壁キックかな。壁キック C の恋のところまで行く。で上と下どっち。上行ってみようか。上は特に何もないよな。じゃああのハテナブロックを叩いて右に戻れっていう感じかな。よし、これマジでおもろい。難易度ちょうどいいね。あー、おしおやじ。みんな言い訳させて、あのドス壁と一体化してるからさ全然見えなかったね。じゃあこの辺でジャンプか。オッケーオッケー。でボム兵これ踏めんのかな。いけるこれ。あ、いけるんだね。でどうしたらいいの。いや、わかんねえわかんねえわからんねえ。そういや私ですね、東京でオフ会するって言ってたんですけど、9月28日か10月後になりそうですね。でこれは早くびっくりブロックを叩いて上。ナイス、中間ポイントに。でドスをこっちに来させておいて、このダッシュ床ノーノスタルジア。ちゃんと反応してくれよドスさんよ。動かないドスになって、ドスではないトスんだ。あれこれマジで動かないんだけど、ヒップドロップするってか。分かっちまえばもうこっちのもんよ。ここで壁キックで、ダッシュイカに乗りの幅跳び。ジャンプぐらいせ。こんなボンビス別に映さなくてもいいのよ。ポンポンポンって言って、うまいなこいつって思わせるような編集もできるから。これどうすりゃいいの。例えばね、今やられたのを見らんことにしちょったら、今みたいなボンビス見せなくてもいいのよ。僕もねうまく見せるような編集なんてできるからね。ほらお前またチャンスだか。アップだよ。ねえじゃねえんだよ。そんなん言って何になる。自分を苦しめてるだけじゃないか。じゃあここは右に行っちゃっていい。あれここどこでパワーブロック発動するんだろうな。このドッスン、いや下何もないよね。あれどこでパワーブロック発動するんだろうね。右か。なるほどね。ここでパワーブロック発動したらめちゃめちゃ早く崩れるんじゃない。だからそれを逃げていけみたいな。うわめっちゃ楽しみだね。さあここでジャンプ。いや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 、どこまで。いや早い早い、お前邪魔すんだよピアちゃん。いやー、こういうスリルは僕は待っていたんだ。次は絶対に行ってみせるぜ。でこのピアちゃん邪魔してこない。あー、アマンガス。最後がちょっとよくわかんねえな。このままダッシュ C の、あ、全然余裕で間に合うじゃん。左上のドカマネリ、あそこは来たところか。ここゴールやるんだろ、分かってんだよ。
いやめっちゃ楽しいコースだったね。難易度もすごくちょうどいい。ぜひおすすめのコースですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。どうやってゴールするの？これさ、サムネの画面だけだったら向こう岸まで届かないよね。だから下に何かあるんじゃないかなと思うんですけどね。それか初代スキンのクッパ城って言ったら見た目そのまんまで水中にできるんですよ。だからそのどっちかだと思うんだよな。そうじゃないとクリアできそうにないもんね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.34%。 その2つが違ったら僕にはもう分かりません。潔いでしょ。さあ始まった。うん、これは水中じゃないの？え、下は意味わからんって。じゃあ隠しブロックかな。右ギリギリで叩いてみようか。あれ、隠しブロックないの？え、ちょ、何かからくりがあるはずだ。左の方に隠しブロックは？隠しブロックは全部なさそうな感じだな。ってことはこうこうじゃねえんだよ。どうする、隠しもアイテムもないんでしょ。右ギリギリでジャンプしてみようか。勢いつけて右でジャンプ。それやめて。分かっちまった。これさ、ナットみたいな部分があるじゃん。あそこの裏にツタが隠されてるとか、そういうことなんじゃ。やっぱりだよ。それさえ分かっちまえばもうこっちも、うん、なんか右進めないよ。どうしよう、これ、え、ジャンプしていける？はい。面白いじゃねえか。これは右の岸に渡るのが難しいだけのコース。慎重に行こう。たったのワンジャンプじゃないか。どこにジャンプしてんだよ。これね、右のツタに捕まるのも結構難しいのよ。さあ捕まった。で、下ギリギリ、多分これめちゃめちゃギリギリなんじゃない。で、行けなくなるところ、多分こっから右を失敗したら落ちると思うんで、ジャンプからの右、やったこれはナイスアイディアのコースだったね。ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。